今日も元気にデモノフォビアやっていきます。さて、新しく変なところに来ました。壁がモコモコしてますね。いつものことですがどこ行ったらいいかわかりません。とりあえず左端を目指してみます。あんま敵いませんね。鍵がかかっている。そしたら一番近場の入り口に入りまして、さらに一番近い扉をくぐります。装飾のついた鍵を拾った。ほーん。じゃあ右側には何があるのでしょう。え？何？これ。すごく眠い。ダメ、こんなところで眠ったら。意味わかんないっすね。では今度は右の方へ。鍵かかってる。右端まで行ってみます。青い薬。あっやべ。今度は鍵かかった扉の横へ。赤い薬。で、この右の部屋の扉はさっき左に行った時は何かかった部屋のあるとこまで続いてました。鍵拾って。一応青い薬のアンプルも拾ったら左端の扉を見に行きます。ペニシリン G とかストレプトマイシンとかアルネイズとか、バイアルはよく使いますがアンプルは使ったことないですね。ああ、そうですか。開かないじゃないか。もう一方の方が正解でした。鍵を外した。で、その次の部屋の穴にしゃがんで入ります。あ。ひ。どうやらしゃがまないと臓物出ちゃうみたいです。幸福膜仕事しろ。で。化けの皮が剥がれ始めたな。もはや形にはこだわってられないか、道を作るだけで精一杯だ。あいつが動揺しなけりゃいいが。さて、これからが問題だ。今度こそは必ず。来たか。リース？私だよ。じゃあここだったら、安心していいんだね。あの怪物はいないんだね。そうだよ、安心していい。怖かったよ。どうして私がこんな目に遭わなきゃいけないの？ねえリース、ここってどこなの？ひょっとして、ここって地獄なの？君は地獄に落とされるような悪いことをしてきたのかい？してないよ。もし私が悪いことをして、そのせいでここに来たのなら仕方ないのかもしれない。でも私、何も悪いことしてないのに。ねえリース、あなたはどうしてこんなところにいるの？ひょっとしてあなたも私と同じで、無理やりここに閉じ込められたの？ああ、そうだよ。あなたはここから出る方法を知っている、なのにまだここにいる。つまりあなたは、ここから出たくても出られないんだね。そっか。じゃああなたの言っていた希望って。私、頑張るよ。すまないな。ここから帰る方法があるだけ、まだマシなんだ。怖いけど、もう逃げたりしたらダメなんだ。私にはまだ希望があるから。あまりにも理論が飛躍してる気もしますがまあ先に進みましょう。向こうの部屋で赤い薬を拾ったらはしごを降ります。で。真鍮の探検を拾った。なんですけど、全く装備できません。キーアイテムなんですかね。で、帰ろうとしますと。探検の絵に絶対振り向くなと書かれている。振り向きたいのは山々ですが、見えすいた罠にかかるのは嫌いなのでやめときます。ひねくれ者。では、青役赤役を拾ったらはしごを登ります。この先ボス戦です。真鍮の探検が光を放っている。それでも装備はできません。では青い薬をもう一つ拾ったらボス戦です。行き止まり？道、間違っちゃったかな。それになんだかぼーっとしてきちゃった。なんだろ、風かな。はぁ、はぁ、変だよ、何これ。やだ。私今何してたの？違う、私のせいじゃない。だって私あんな変なことしないもん。
もうやめてよ。そんなわけでボス戦です。やっと探検装備できましたね。攻撃避けつつ探検で攻撃します。で、攻撃の合間におまるに言い始める時があるので方向キー連打で解除します。無理だろこれ避けるの。あ。こんな風に隙をついて攻撃します。あ。あ。ではそろそろ突破しましょう。ま、突破というか回復してゴリ押ししてるだけですけどね。ええ、実体化したらしゃがんで近づき、一突きしたらまたしゃがみます。駅飛ばし終わったら突撃してくるので離れた方がいいと思います。じゃあそうしてください。ま、回復はいっぱいあるのでゴリ押しした方が早いです。で、何回か刺すと第二形態になります。また弾幕ゲーが始まります。三面の中ボスみたいに端っこでしゃがんでいれば。あれ？頭上をスルーしていきました。もしかしてここにいれば貫通できるかもしれません。できちゃいました。リードミーのアドバイス通りに回避しまして。左に行ったら次のステージです。え？ここって、私の家？帰ってこれたんだ。怖かったよ。サクリー、もうご飯できてるわよ。早く降りてらっしゃい。お母さん。お母さんの声だ。他の部屋は全く調べられないのでお母さんの元に行きます。とても帰ってこれたとは思えませんが。結局、あれは一体何だったのだろう。まるで地獄をそのまま形にしたような悪魔の迷宮。考えるだけ無駄かもしれない。きっと私には一生わからないことなのだろう。ただ一つ、心残りなのはリースのこと。絶望し諦めかけていた私を知ったし希望を与えてくれた存在。リースはあの薄暗い迷宮の中で過ごし続けるのだろうか。私のように不幸にもあの地獄へ落とされた誰かに希望を与え続けるため。もう考えるのはやめにしよう。私は帰ってきたんだ。怖かったけど、苦しかったけど、全部乗り越えて帰ってきたんだ。私は未来を手に入れたんだ。お母さん、ただいま。知ってた。ね。え。お母さん。ひ。サクリーもうご飯できてるわよ。早く降りてらっしゃい。お母さん、何してるの？サクリーもうご飯。サクリーもうご飯。サクリーいかやく。何言ってるの？それに、それは何？サクリったら、ダメじゃない、エリはこんなに美味しい子なのに。ほんとあなた肌目な子ね、こんなにグギギギギギギヘヘフフ、はあひー、あなた、が、ご飯。いやー。そんなわけで、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。